お疲れ様スラットです。今日はですね、こちらの虚月ラムデッキやっていこうと思います。ということで、新デッキがね、はい、登場しました。キョラムで、まあキョラムと言ってもなんかね、よく見たことあるような中身の虚月版みたいなね、はい、ペッカラムとかメガナイトラムとかの、まあ、虚月バージョンですね。虚月型のラムって、まあ、そう考えるとなかったなと、いうことでやっていくか。海外のウォーレスっていう、まあ、プロプレイヤーですね、はい、が、世界一桁これで言ってましたかね、ということで、やっていくんですけども、まあ虚月が玄関機やっぱ強いので、まあそれで、まあ、ラムぶち込んだっていう形かな。まあ一応ラムも強化されて使いやすくはなりましたね、前よりは。はい、ちなみに助走するまでが速くなったって感じかな。走り出すのが今までよりも速くなったので、まあ突進とかの一発とかがね、入りやすくはなったんじゃないかなと。さあ、いうことでやっていきましょうか。ぶっちゃけこれマザネクとかでも良さそうだなと思うんですけど、マジアチャかな。そう、まあマジアチャはマジアチャでね、キョスケプラスのマジアチャで居抜きがめっちゃ強いんでね、はい、まあいいかなというところで。ぶっちゃけファイブもライトでいいんじゃねえかっていうのもあるんですけど、まあいいか。さあ、でこのトリトンがね、またちょっといい味出しますね。やっぱキョスケって、まあ、火力が上がったんですけど、やっぱペッカとかそういう系と比べるとね、そこまでこうエリジェを溶かしたりとかできないので、まあそういったところで、まあ、トイトンいると、まあジャイとかロイジャイとかエリジェの防衛が気持ち楽になるかなと。さあ、言ったところで、相手がエリジェですね。さあ、ここの俺の4コスダックプリは決まらず、コストねえんじゃねえかなと思って行ったらゴリゴリに、はい、ありました。全然把握できてないようです。まあ無理せず守ってかな。さあ、エレジャイメガゴですね。まあエレジャイは加砲されてだいぶ弱くなりましたね。まあ弱いと言っても全然使えないほどではないんですけどね。前のブックワルと比べると弱くなりましたね。はい、で今回はまあ虚月エレキラムで守るターンと、まあトリトンで守るターン、まあトリトンで近畿起動できると理想ではあるんですけども、まあそんな都合よくいかんよねっていうので、序盤ダメージ稼いどっか、これ稼いどかないとちょっと、ああいい、怪しい気がしたんですけど、相手のトレンドバカ早かったよ、やばくね、マジ2秒じゃねえの、もう 0.2 秒ぐらいのマジで一発も入ったか入ってないかぐらいだったな、やばすぎるな。さあ、でもこのデッキはマジでそのファイボだと、なんだそのユニットが攻撃タワーに届くっていうのが意外と少ないので、もう本当に端前マジアちゃんの削りとか、まあ、そういうので、ね、稼いでいくことになります。はい、よいしょ。うわー、すげえ、しっかり見てんなこれ。でもこれは右も左もカウンターだぞ。相手が攻め取るのを使ったので、このターンでゴリゴリカウンターでいけると熱いかな。よいしょ、トルネで剥がしたいから、でこれをまたキング起動、おい、送り返していくんですけども、いや相手のトリトン警戒のね、トルネバカうまかったですね。僕もエレキでトルネードとかライトニング誘ってそこに使ったらトリトンで無双しようと思ってたんですけども、まあやっぱエリジェイのね、タワーへのカウンターダメージが下がったこともあって、多少のダメージはね、もう許容カウンターなので、さあそこでね、気づいたら止まらなくなるよっていう、このキョスケダクプリっていう組み合わせが強いね。キョスケの単体攻撃そこそこの火力で、ダクプリの範囲攻撃、しかもこれもそこそこの火力だな。そうだから、この巨ダクっていうね、この範囲と単体の組み合わせが結構強いので、まあ、キョスケダックプリ組み毒組んで、あとはマチャチャで祈るかなみたいな、そんな感じかな。ということで言いましょう、よろしく。キョスケダックプリ、キョスケマチャチャ、キョスケラムかな。ラムもね、まあ、相手が施設とか使ってくれるといいね。基本的になんかやっぱキョスケとかの防衛に相手が施設使うから、それをマジックアーチャーで射抜いてからのラム追加っていう流れが多いかな。よいしょ、まあ序盤はどうだろう、ダックプリグレーだなって思ったら、おお
つけどらん。ラバッちゃん？あ、これ D が来たらやべえな。さあ来ません。お祈り成功。これ、もう守れないというか、ラバに対しては、キョスケダクプリとか、まあなんでもいいんですけど、キョスケプラスのマジゴリゴリ攻めて、いやめっちゃうまい防衛だな、それ。ゴリゴリ攻めて、後からもう適当に守るがいいんですけど。わあ、マイキー嫌だね。ザップで攻めてきてほしいな。お願い、潜んな、マイティ。いや、潜るっすよ。マイティ、ミリでさ、エグ削んねんな。あー、いや、うまっ。バレてた。コストねえな。さあ、これはスケトラに対してマジェチャー合わせたのが良くないのかな。どうなんだろう。相手の宝石メーカーの防衛もちょっとうまかったね。さあ、ラバルか。ラバルの矢の雨ザップだったら相性がいいんですけど、ファイボだとね、マジックアーチャーいかれちゃうので、結構ゴリゴリに攻めていかないとやばいかな。墓石がやばいね。墓石が。マジで。墓石が強すぎて、これも結局墓石メーカーで守られちゃうんで。エレキからの、あとマイティにね、無駄にコスト咲きたくないですね、僕は。さあ、まあこれはエレキにファイブ使ったらこのマジアチャガーっていうねやつですね。これ残ってんでラップリからのワンチャンでババがあんのかな。これ甘いティーだった。お、熱い。さあ突進ある。しかもザップ使ったからこの低めエレキ最強です。俺のマックスじゃ、まあ、おお、いやこれファイブ使わせられてるっすね。まあでも行っていいな。デスケドラで意外とサイクルが、いやめっちゃいい。これ気付きが入ってくれたらもっとよかった。いやーいいよ。そこそこに延命していく。しかもマジアチがマジこれミリ残りでかい。いやーいいファイボだ。メガゴやってほしいな。お、キョスケが、キョスケが、いやーこれエレキが墓石壊して、めちゃくちゃいい墓石だなそれ。さあ、いや流れとしてはめちゃくちゃいい。良すぎるぐらい。一生行くしかない。でも相手は一生守るから。この前ちょっとああ、やべ。まあ、言うほどでもねえけど。ちょっとやべ。これ、墓石に5打ってもいいな。延命してあげて、うわマシマシきた。さあ耐えろマジで。おいってやってる。やってるけど攻めが通らん。ワンちゃん、あーダメージが通らん。はい、これですね。はい、このデッキのね、まあ惜しいところよ。まあライトニングだったらどうだろうな。メガゴとかボスギとかめちゃくちゃ突破しやすい、しやすくなるけど、スケドラもきついしみたいなところもあり、いやでも今の相手の防衛がさすがにうまかった気がしますね。ねえ、まあ、勝ち切りたいとこではありますけど、まあ、ラバルのファイブとか、
で今みたいな感じでね、エレキかマジで基本どっちかは残るので、まあどっちかは絶対行かれるんですけどね、はい、耐えながら京介ダックプリマジアチャで感じかな。一回トリトンマイティに空振ったのが結構でかかったかもしれないですね。まあでも戦えるのはやっぱ戦えるっすね。そう、あと少しだったら惜しかったっすね。なんかいけそうなんですか、いけそうで相手がめちゃくちゃ踏ん張りましたね、悔しい。まあ京介ダックプリマジアチャ、京介ダックプリエレキしっかり組んでダメージ稼いでいきたいな。うん、てか橋前マジアチャのやっぱ犬気がないと勝てねえのかこれは。よいしょ。さあ基本的にはまあ守りデッキですね。防衛の火力が高いのでエレスピスケかクロス。いやわかんねえな、これマジでめんどくさいな。クロスか、でもさすがにこんなんでリジェイ来たらもうなんでーっつって。あロイ、いやロイは別にマジかよ、そんな都合よくファイブ飛んでくる、痛すぎ。まあまあまあ、まあ、最初の事故はしょうがないですね。さあちなみにラバよりも多分ロイの方がきついかもしれない。いやどうだ、京介ダックプリ組んで気づいたら京介がアフレゲーしたいっすね。よいしょ。さあサイドを変えていく。でこれにはトリトンがすごい来やすいっすね。うん、さあラムとしっかり防衛してね。これトリトンで金技能っすね、マジ。ダメージ稼ぎたいけど、いや相手の防衛かってえな、これメガゴエレスピトリトン高回転でしょ、高回転メガゴか。まあダメージ的には言うほど押されてはないので、まあいかにこれから相手のロイを守れるかっすね。一つやばいのが圧着衣がやばい、マジ圧着衣がどうにもできないんで、マジライトキングにしたくなっちゃうね、難しいとこ。それはもうね、多分どのスペルにしてもうわーこれが良かったなーっつって、うわーこれだったら良かったなーってなるんで、すごい難しいところっす。いやートリトン強い。いやこれさ、ワンチャン入るくね、あれどうなんだ、めっちゃ微妙。いや入るんじゃね、入ってくれよ。うわあれ入んねえんだ、ちょっとなんかずるくね、それはそれでずるい。やばい、痛すぎ。まあこれはさすがに下げ取ってるし、ファイボと入れ入れ頼む、いっぱい入れ。いやーでかい、マジ橋前ロイがやばい、圧着衣がマジやばい、あれ犯罪、圧着衣ガチで犯罪だな。まあ許諾強いよ、許諾。え、それはマジで普通にふざけてんのかっていうようなロイだけど、いや強っ、ダックプリ。あーやばい、いやロー一発目入れなきゃいかんな、これうわ相手のトリトンめっちゃ落ち着いてるな。いやダクプリがトワニかない、トリトンいらないよ、それ連れてくんじゃないよ。いやこれ守れるぞ、でもマジでやってるぞこれ相手。お願い、ファイブ打たないで、ファイブ打たないで、にゃーんでやねん、スラってくるやん、そして、あー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 、マジで圧着衣剥げるわこれ、圧着衣ライトニングにしようかな、一戦だけ。だからマジで
もうなんか運が悪い、運が悪いだけなんじゃないっていう。まあダークプリはゴーストもちょっとあるけど、キョス系ダークプリがやっぱ強いんでね。ダークプリかな。エレジェイとかにもね、めちゃくちゃ優秀になるからな、ドリルとか。そう、ファイブでノックバックとかもしないんでね。さすがにダークプリを信じます。さあ、まあ、今のはたまたまね、はい、負けただけです。10回中2回負ける、その2回がね、今ここにまとまっちゃっただけだと思うので、タルを裂いたら枯渇。枯渇にはまあライトでもファイブでもあんま変わんねえかな。さあマイティ枯渇来ましたね。もう最近めちゃくちゃいるから、まあファイブだと、防衛ファイブができるんでね、守りとしてはいい。でもライトニングだと攻めでね、大砲とかにインフェとかにライトニング打ってるんで、攻めはライトの方が強いって感じかな。おお、引っ張っちゃうんだ、そのトリトン優秀だね。ハイスピとプリン処理用トリトンじゃね、ラムなんですけど、まあ、さあ問題は次のゴブリンバレルですね。ファイブが欲しくなっちゃうな。うん、マイティもやだね。さあこれは待ってよくて、うん、やめなさい。これよく飛ぶかんな、あのファイスピ。うん、あれ天才マジュアちゃならいける。いやだよね、天才。あでもやべ、ゴブリンマレルがきつい。あでもこれできえ、マジで相手がずれてる。さあまあ枯渇は序盤つらいっすね。序盤つらいけど耐えてしまえばみたいなところではある気がする。形組んでしまえばこれ止まんなくねっていう話よね。おー、内側後ろ目、あれだってマジアチでぶっ刺してさ、でマジアチでぶっ刺すので、僕あの逆サイにこうやってね、あの視線を誘導して、いやめちゃくちゃバレてる。しっかりバレてた、しっかりバレてたけど入るのがマジ。おうまい、えうまい、避けやがった。まあでもなんか辛そう。定位置か。無理せず、これ形組んでるだけで、相手の陸行きがね、まあ言うて優秀ではあるけど結構辛そう。さあ許容。おいそれマジでやばい、先がうちのマジでちゃ無能に任命しつつる。これ大砲出てこねえかな。さあこんな時でもゴブリンバレルが飛んでくると、いやー頑張る、耐えるね。気づけば左がでも入ってます。これちょっとなんかやだね、めちゃくちゃ暇な暇なプリンしてんな。内側誰、マジャチャがいいよ。もう一個陸が、あー当たんねえか、あマジャチャが強い。スペンテイチ打ったか。うん、ちょっと流れが良くないな、マジ。ちょっとどころじゃねえけど、相手のゴブリンバレルが大変。おいマジで、違う、今のはやばい。でもロムが入ってる、なんで今のはやばい、プリンの邪魔した。いやーこれ美味しいなマジ、許容できて。あと射抜けばいいから。いやトリトンどっか行ってる。さあライトも打てる、エレキもある。さあこの強スケダックプリ、これが強いのね。クンドギャー
なんとかなってダメージが勝手に入ってく。でさ、ここにはタルがないからしっかりユニットでね、こうやって蓋して受けながらいいんじゃない。これはライトで勝てそうな、ライトで勝てそうとか言ったらミラロキくんな。これ耐えろ、耐えてくれ。あぶねー、あぶなすぎー。まあライトもハイフォもあんま変わんねえか。まあ、ライトの方がさすがに勝ちやすかったかもしんないけど、いやいいね。いやマジ、キョスケがキョスケダックプリが圧になってましたね。いやこれが本当理想なんですよ。これ理想なんですけど、たまたまきっちりのを引いてただけだと思いたい。うん、まあエリキもいるしね、ライトニングである必要が薄いのかなって思いますけどね。まあそうだ、施設相手には結局マジアチャで突破できるので、そうファイボで全てに対して安定に戦い、かつ、ダメージが通りにくい相手、施設持ちに対してはしっかりマジアチャでぶっ刺す。うん、あとはケツキョスケからの2周目、ハシマイキョスケラムとかラムの2周目とか、まあ、いろんなやっぱ戦い方があるので、崩し方は広いですねこのデッキ。うん、いやゴーストはさすがにケツソリトンでいいですね。エリシア生きたら勘弁。ロイか、わあ美味しいな。これも相手の手札が腐ってんのかな。マジでラムヤダ行っとけばさ、相手苦しくねっつって一旦行ってみる。うん、おーエリーババ来た。いやでも避けるラム、しかもしっかりバカには当たってほしかったな。ゴールデンナイト来んな。さあ、いやこれでだってもう1400ぐらい入るんやで、強くね。相手はんー、まあ神技か。正直なとこファイボでよかったが、ライトも熱い。あー最終試合かい。いやこれミラーエリバー置かれたら終わるなガチで。でしょうね。またこれ相手の名前よく見てみ、これよく見たら、よく見ればよく見るほどティンティンや。おいマジでやばい、目が俺が悪いかこれ。よし、勝てば許されます。まあキョスケで守りつつ、最後別にダメージや、俺もうマジアチャーもあるし何でも勝てるんで。負け筋はエリポン。いやまあさすがにこれは打つか。いやこれやば、回収されんのそこで、壊れる前に、壊れる前回収はえぐいね。さあこれはマジで守るだけです。守るだけができれば勝ちです、できなければ負けです。ただそれだけ。なんかいやまあいっやばいです。守るデッキができない男になりそうです。はい、いやあの防衛ラム、じゃあ防衛ライト楽したかな。だって楽しちゃダメなんですよ、楽します。男の許容、え？ああこれ勝ったっすね、ここまで守ったら。おおお前いくんです。守る方法がねえんだろうなあれ。居抜きてー、さすがに打っていい気がする。お、いやまあこんぐらいは、こっから俺がダメージ受ける理由ってなんかあんのかな。
ダメージ受ける理由がないので、やばい、このラムとかが怪しい。え、てか未来なんか来てる。怖いよお兄さん怖いよっていう感じで、いやフィジカル舞台来た。え、俺これ勝ってる、負けてるのか今。あ、でもライトニングで勝ちだ。おいさあ、ジジン。まあ、これはさすが陸硬いので、まあどうだろう、エリフォンゲーでちょっと怖かったですけども、さあ勝っていくということで、まあ、キョラムね、個人的にファイボでいいと思ってはいます。はい、だからファイボで使われてたんでね、まあでもライトでも悪くはないのかなと思いました。しかもめっちゃ使いやすいと思うんで、はい、皆さんもぜひキョスケダックプリね組んどけばなんとかなります。そしてマシャシャで入れてくださいってことで、よければ使ってみてください。ちゃんと声がもお願いします。ではお疲れ様でした。またね。